お待たせいたしました。講演会に入りたいと思います。本日の講演は女性の健康地球会議と題しまして、国境を越えて活躍されている、そしてご自身も女性である各界のエキスパートの方々にお話を伺います。登壇者の皆様はいずれもパワフルで海外経験の豊富な方ばかりです。最初にご登壇いただくのは、本日の講演会の場所でもある東京女子医大ご出身の中井恵子先生です。簡単ですが、中井先生のご略歴をご紹介いたします。中井先生は1978年東京女子医科大学を卒業されております。その後、消化器内科で研鑽を積まれ、2005年からは医務官として世界の各地で勤務されています。これまでセネガル、キューバ、ブルガリアなどで勤務されていますが、現在は在ベトナム国日本、在ベトナム日本国大使館の医務官としてご活躍されています。それでは中井先生、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。ご紹介いただきました、今ベトナムのハノイにあります日本大使館に入館をしております中井でございます。本日は私が経験しました4カ国のちょっとお待ちください。本日は私が経験いたしました4カ国の医療事情、特に日本人女性をめぐる医療事情についてお話しさせていただきます。まず2005年にセネガルに参りました。セネガルは NHK の衛星放送も入らない最先端のところでございます。アメリカ最先端です。で、次にキューバに行きました。セネガルにはゴレ島という、奴隷貿易の拠点であるゴレ島がございます。そこから、アメリカ大陸中南米に黒人が送られましたが、私もセネガルから直接キューバに行きました。で、その後、キューバから今度は、ブルガリア東欧に行きました。で、現在昨年の3月から、ベトナムの日本大使館で働いております。まず西アフリカセネガルです。先ほど宮司領事局長がおっしゃっていたように、その当時、これはですね2013年の在留邦人数ですが、私がいた2005年はもう少し多かったと思います。ただやはり日本女性の占める割合が約 60% と高い状況でした。で、その当時はセネガルだけではなく、マリとか、5カ国アフリカ の国を兼轄しておりましたけれども、このようにですね、セネガルのダカールという中心地から離れますと、このように、家もですね、土の、床の土、それからわらぶき屋根、食事は外で、食堂とか台所は外、そしてトイレもですね草むらに行くというような状況があります。で、セネガルの、在留邦人の女性の割合は、内訳はですね大使館、それから JICA の関係者で、特に協力隊員の女性たちはやはりこういうところで生活することもございます。で、ですね、セネガルはやはりイスラム、のイスラム色が強く、そして一夫多妻制、女性が大変よく働きます。この、託児所、託児所、それから井戸はですね、日本の、日本政府が寄付、協賛しております。
で、ここにあのオクラがありますが、オクラは、アフリカ原産であることをご存知ですか？で、一般的なあの、まあ、セネガルで、病気にかかる、それから、まあ、クリニック行くというと、まあ、こういうポリクリニックに行くんですけれども、これはあの地方に出ている日本人の方もこういうところを受診します。あの、まあ、決して清潔という感じではございません。でこれはあの国立病院の中のオーリス病院で、まあ、マラリアの患者さんが多いですから、このように顕微鏡を使って検査しております。で下 の、 あのクリニックドキャップというところは、あの外国人が、まあ、受診できるレバノン人医師が院長で、ここではですね、一応、まあまあ、主体はセネガルはフランス語なんですけれども、まあ、一部英語が通じるという環境です。で血液センターです。あのほとんどの、輸血用の血液は梅血を使っております。B 型肝炎、C 型肝炎、エイズ、梅毒など、きちんと検査しているかは定かではありませんので、輸血が必要なような大きな、まあ、手術を受ける場合は、まあ、一番近いフランス、あるいは帰国して、手術、治療を受けるように進めております。また、一般的な、まあ、あの西洋医療を受けられない人、あるいは西洋、まあ、医学で効果がないという人は、こういう伝統医療センターで、施術を受ける場合もあります。この女性はあのピラリアという寄生虫の病気で足が腫れ上がっていて、そこに、まあ、効果があると思われる薬草をですね、足に塗りつけたりしています。で私があのセネガルで経験した、まあ、女性に関わるあの問題症例でございますが、一番印象的だったのは、避妊チップを腕に埋め込んだ症例です。で2006年頃ですが、その方は、まあ、5年経ったのでそれを除去するということで、まあ、入れてもらった病院で、無理やり取ったので腕が倍ぐらいに腫れ上がり、色も変わっておりました。でその当時、まあ、避妊チップといって私がインターネットで調べても、犬とか猫の避妊用、そして日本人の産婦人科の、友人にあの問い合わせしたところ、まあ、日本ではまだそのようなものは使ってないということでした。でその当時あの、まあ、パリでは使ってるという、その埋められた女性は言っておりましたが、まあ、セネガル人の男性と結婚してそのような、まあ、医療を受けていたといって驚きでした。その他、20代後半 の、 あの、まあ、健康的な女性でしたが、第1子をフランスで産んだので第2子目は、セネガルの、まあ、フランス人が院長の私立病院で出産をしたいということでした。妊娠までの経過、それから分娩も異常なく、2日後にご自宅に戻りました。その後、まあ、体の半分の血液が、出るぐらいの大出血をしました。なんと、胎盤が全部出てなかったんですね。このような基本的な、まあ、ミスということもありました。それから、アキレス腱を切った女性は、まあ、そこであのさっきのクリニックドキャップで手術をいたしましたけれども、傷口も広く、またあの正座ができない、アキレス腱が伸びない状態、そのような後遺症を持つということもありました。またあの婦人科検査の問題なんですけれども、まあ、日本人の女性は、まあ、分泌物が多いということで検査に行きました。そこで、まあ、黒人の検査技師が、まあ、1対1ですね、密室で、検査を行ったということですが、それは昨年聞いた話ですが、まあ、シャネールで、彼女の局部を取って、そして、まあ、友人たちに送ったというのがあの大変問題になりました。で日本では、まあ、考えられない、1対1でそういう部屋で検査をするということは考えられないんですけれども、あの他ベトナムでも今そういう話を伺っております。次、キューバです。キューバはあのこのところ、アメリカとの国交を結び、大変、まあ、皆さんが興味を持っていらっしゃると思いますが、私がいた頃は、まず、まあ、キューバはスペイン語です。そして、新聞は、種類、まあ、社会主義の国ですね。で新聞は一種類、グランマというあの新聞だけです。
そして、携帯電話も普通の人は持てません。公衆電話が、通信手段の一般的なものです。で、交通事情はですね、特定の人しか車を持てませんので、救急車が、サイレンを鳴らすということはめったにありませんでした。キューバはですね、本当に物資がなく、トイレットペーパーや洗剤も、ほとんど買えない時もありました。これはまだ、市場ですけれども、ここで使うお金がまたキューバの人ではなく、キューバ人用の、24分の1のペソなんですけれども、それを両替しないとここでは買えない。そして、ジャガイモは配給ですから、このような市場には出てきません。もし自分が、カレーライスにジャガイモ入れたいなと思っても、ジャガイモは闇で買うしか方法はございません。またよくそのキューバペソですね、キューバペソに変えるときに日本人の旅行者などは、両替詐欺によく遭っておりました。医療の面では、キューバは医療と教育は無料と言われています。そして、医科大学も今は、私がいた当時は24カ所ありましたが、今25カ所と言われています。で、ここのハバナ医科大学が、一番伝統がある、医科大学で、このチェ・ゲバラの写真が報道に貼ってあったりします。で、すでに開校から今40年間で5万人以上の医師を養成して、1年間に、1000人医師が育っております。キューバの先生たちは、結構日本に留学しております。そして、この方はフィデル・カストロの、主治医と言われている方なんですが、彼は、日本 の、 築地のがんセンターに研修、留学なさってたこともあります。で、また私が行った時に、中南米の国際内視鏡学会の、内視鏡、学会が開かれ、日本からも高名な、教授陣が来訪されました。またキューバでは貧しい、アフリカ、それから、中南米、アフリカ、それからアジアの、学生たちを、無料で受け入れて、医学教育をしておりました。ベトナム人のここでは医学生にも会いました。中には米国からの医学生もおりました。ハバナの、医療機関です。国立の産婦人科病院、後ほどお話しますが、彼はですね、15歳以下の、中絶手術が、得意とする先生です。で、その他、眼科病院は、眼科はですね、やはり医療を輸出するという形で、周辺の、ベネズエラなど、眼科の、治療も盛んに行っておりました。医療機材もそれなりのものが入っておりました。またキューバはこのようにファミリードクターの診療所がございます。ただ、一般の住居で看板もありません。医学校を卒業した後、3年間は、このファミリードクターを行います。で、ここではですね、800人ぐらいの住民を1人の先生が見ておりますが、住民の健康管理、それからワクチン接種、医学教育も医学生が、来て教育指導も怠っております。で、ほとんどが、社会主義の国で大変、知識という意識ですね、それも社会主義の意識を持っているかどうか、これもファミリードクターの先生たちが、周辺住民の、状況を見ているという形でした。また、ファミリードクターで手に負えない、ファミリードクターには診療所には血圧計と聴診器ぐらいしかございません。で、専門の、治療、それから検査必要になりますと、このポリクリニックに行くようになります。で、ポリクリニックでは、ハリキュー、それからリハビリもやっておりまして、結構東洋医学も取り入れていました。
私が一つ感動いたしましたのは、このフィンライ研究所という元々の本院はワクチンを製造しております。髄膜炎のワクチンも有名ですし、今いるベトナムではキューバ製のワクチンを日本中が打ったりもしています。で、そこの分院ですが、ハバナから1時間ぐらいしたところにこのように菜園を作り、そして食事療法で糖尿病を治療するということをこのドクターマリアがやっておりました。で、そこで出ている食事ですが、日本食を基本に日本製の海苔とかわかめを輸入して、梅干しは自家製でした。で、今の、糖尿病の治療もですね、周辺の、住民たちは、皆さん無料で食事が食べられるということでした。また保険制度もきちんとしております。既婚未婚かかわらず、妊娠したということが分かれば産みたくないといえば、中絶手術もそれなりにしてくれます。そして、結婚していなくてもですね、妊娠が分かりますと最低12回以上の検診、それから妊産婦の心理相談もいたします。で、生まれたお子さんは、1年間に13種類の、予防接種を受けることになっております。これはですね、高齢者のための食堂です。高齢者といっても、キューバの一般的な年金は1ヶ月10ドルです。で、食事にやはり、困る方で、これはですね、この、台所の、機材、それから、ここにある椅子、テーブルは、日本の援助です。で、これ開所式なんですが、こういうサンバの、踊りが、入るなど、キューバらしさが、たっぷりありました。で、歯科のクリニックですが、これも日本から先生見えていきました。で、15歳までは歯科の矯正も無料です。アフリカでは、歯抜けの方ばっかり見てたんですが、キューバに行きましたら皆さんにっこり笑うと歯が真っ白で綺麗だったんですけど、歯科の矯正も無料でした。ただ、ここで使うですね、機材、日本ですと今は、手袋をして、そして使い捨ての器具を使っております。で、キューバではやはりそういう医療の面での、物資がないということで、私が行きましたその、外国人向けの、医療施設でも、リスポの注射器というのはめったになく、ガラス管です。そして主洗面、脱脂面はわら半紙にくるまって含まれておりまして、そこにアルコールをかけて使うという状況です。で、これが一応ですね、外国人が、外国人の受け入れをしている、病院です。それなりに立派な施設ですが、先ほど話したように、医療機材に関しては大変、不足が続いております。今後、アメリカが入ってきてどのようになるか分かりませんが、そのような状況の中で、日本人のですね、女性が関わった問題症例ですが、専門医、外国人、外交団向けの、先生というのが決まっておりまして、なかなか専門医に紹介してもらえません。一例女性で、もう見るからに虫垂炎と分かっているんですが、どうしても膀胱炎だと聞かず、先ほどのフィデル・カストロの主治医と言われている先生に連絡を取って外科医を紹介してもらって、やっと虫垂炎の手術をしてもらった症例もございます。そして、そのトイレットペーパーが手に入らないとか、いろいろありますけれども、子供さんが、いらっしゃるその日本人のご家庭では、牛乳、卵も手に入らないことがありますので、カルシウムの不足、子どもの成長に問題があるのではないかとお母さん方はいつも心配していらっしゃいました。またキューバ人と結婚した、日本人の女性ですが、60歳代の方で帯状疱疹になりました。神経痛、肋間神経痛が残りまして、一緒に、ハリキューのところも行きましたけど、その針もやはり使い捨てではなく、また、皮膚が少し色素沈着しておりまして、そこで皮膚科の先生が、お薬を処方してくださいました。キューバペソで買うんですけど、日本円で言いますと5円ぐらい、普通の一般の、西洋の、
治療薬もなかなか手に入りません。でいただいたその、チューブのお薬ですが、私も一緒に行きまして、あなた顔のシミがひどいからあなたもこれ使いなさいと渡されました。そして持って帰ってみたところ、セボージャ 90% と書いてありました。セボージャというのはスペイン語で玉ねぎのことなんですね。開けてみたら臭くてですね、朝も使えないし夜も使えないし、とうとう使わずじまいでした。でもそのようにやはり物が相当不足しておりました。最後にキューバのこれはですね、医療ファッションなんですが、看護師さんでも黒編みタイツ履いていたり、先生たちはこのように物がないからかなと思うんですが、皆さんミニの、白衣を着ている状況でした。次ブルガリアです。キューバ、ブルガリアも、社会主義の国で、ブルガリアは、2007年から EU に入りましたけれども、やはり、未だにブルガリア語主体、そして、ユーロではありません、レバという通貨を使います。でここも、女性がもともとが在留婦人少ないですけれども、女性が、56% と男性よりも多く、それもやはり、大使館、政府関係者、それからあとは、定年後ですね、ご夫婦で、ソフィアから中心のソフィアから離れた山の中に、暮らすという、グループもございました。それからあとは、ブルガリアにですね、医学、国立なんですけれども、医学校に行っている日本人の、男性も女性もですけど、そういう方々が、含まれております。ピロゴフ救急病院というのは、日本人が、交通事故に遭った、それから大きな怪我をした時に、運び込まれる国立の病院でございます。でそこもやはり日本の援助で、新生児の ICU に保育器が入っておりまして、有効活用されておりました。でこれはソフィアの、薬局ですけれども、一応インフルエンザの時のタミフル、それからインフルエンザのワクチンも買えます。ただ、例えば高血圧症の治療薬という場合は処方箋が必要になります。でブルガリアの医療問題ですけれども、やはり言語が、アルファベットではございません。キリル文字といって、ロシア語に近い。そして、病院の、定時もですね、ほとんどがブルガリア語表示です。それからいただく検査結果も、キリル文字です。ですから、必要、ブルガリア語喋れるっていう方はこの中でもいらっしゃらないと思いますが、医療通訳者が必要になってきます。で私が一番、びっくりした症例ですけれども、ブルガリアで新体操に出してた日本人の選手の方が競技中に、大腿骨の胴骨折をいたしました。その、関係者はですね、すぐパリにでも送って、手術をしようと思っていたんですが、やはり飛行機会社が乗せませんということで、日系の、ブルガリアにある日系の病院に運ばれました。ただ、治療するかどうか、そこで治療するかどうかというのはなかなか決まらず、夕方運び込まれたんですが、翌日私連絡を受けていった、朝9時ぐらいまで、看護師が血圧を測るわけでなく、痛み止めをもらうわけでなく、ずっと放置されておりました。でこのように、社会主義の長かった国というのは、看護師さんが自発的に何か患者さんのためにするということはありません。医師の指導がなければ何もしない。この辺が、ブルガリアでも、女性に関わらずいろんな医療問題がございました。そして EU に入ってからは、ブルガリアの、医療ライセンスが、EU 関係国に使えるということなので、優秀な医師がみんな流出してしまいまして、昔ながらの先生たち、英語もほとんど喋らない先生方が多く残っておりました。整形外科に行っても、足を触るわけでないのに見ただけで、あ、これは手術です。皮膚科に行っても外から見て本当にちゃんと診察してくださいと思うんですが、あ、これは何かのかぶれでしょうと終わりでした。それだけいろんな、医療の問題がございました。
さて、私が今いるベトナムです。ここは、しっかりした社会主義の国です。で、今、男性と女性の比率は、女性が 28.2% と少ないんですが、これは2013年度、そして2014年度の在留邦人数は今、6500人ぐらいと言われています。で、女性もですね、今1650人、1年間で150人ぐらい増えております。若い女性がですね、現地採用ということで、どんどん増えてきています。で、言語は、ベトナム語です。お金も、ドルを換金して使うという形です。で、ベトナム語というのもですね、なかなか、難しく、最後にニャンってつけることが多くて、昨年帰ってきた時にですね、小さな子供たちがなんとかニャンニャンって言っているので、なんかベトナム語を喋るのかなと思っていたら、それはなんか妖怪を喋るのかと思ったんですけど、なかなか言葉も慣れません。で、ベトナムの医療環境ですが、一つのベッドに一人というのは、来年、再来年を、ベトナムの保健省が目標にしているぐらいです。一つのベッドに、2人3人というのは当たり前で、婦人科、出産の時にですね、一つのベッドにお母さん、妊婦が2人寝ていて、出産すると4人になるんですね。で、その私の秘書が2回出産しましたけれども、そのような環境でございます。で、これもよく見ますと下に英語表示がありますけれども、ほとんどがそのベトナム語で表示された、病院です。で、これはベトナム人のお金持ちが作った私立病院ですけれども、それなりに機械は置いてありますが、やはり英語はほとんど通じません。この場合も、要通訳者が必要になります。で、社会主義の国というのは、医療関係者、特に女医さんも多くてですね、ここの、検診センターは、日本に行く、人たち、ビザを取るために、健康診断が必要です。それから今どんどん増えている、日本人の労働者ですね、その方たちも健康診断が必要です。で、ここでは1日200人ぐらいの方が、健康診断を受けております。で、婦人科の検査料金なんですけれども、乳房、触診ですね、それが日本で言いますと、保険で500円ぐらいが、なんと7900円、こんなに値段が違います。そしてマンモグラフィーは、日本では今、女性のレントゲン技師さんがほとんど取っていると思いますが、ベトナムでは一人も、日本、女性のですね、レントゲン技師はおりません。そして、ここにある、経膣超音波検査にしてもですね、男性の検査技師がやはり個室に入って誰も看護師さんもつかないということで、日本人の女性の方が何人かいろいろですね、問題があるということで、私ども大使館ではないんですが、他の日本人の看護師さんのいる病院に連絡がある状況です。開発途上の、開発途上国、私が、経験しましたこの4カ国の医療事情をまとめてみました。で、もう日本の基本的な医療サービスとは全く異なります。安心安全な医療は期待できません。そして、次にタイの先生が、海外で健康的に、女性が暮らすにはとお話がありますけれども、まず、私がこの4カ国を経験し、全く旅行とは違う、生活をするということは全く旅行とは違う感覚を持っていかなければいけない。そして、自分で本当にそこの国に適応しているのかどうかというのも自分で認識しなければいけません。それから一番重要なのは、現地の医療事情を把握しておかなければいけません。海外の医療事情という外務省のホームページにですね、医務官がいるところに関しての医療事情を紹介しておりますので、もしこの中の方でどこか海外で暮らしたい、仕事をしたいということはいう方はですね、まずそのページを開いてみてください。
渡航前にしておくこと、先ほどから話しておりますけれども、女性の場合は特に婦人科の検査をできる限り日本で行っておいてください。治療することもきちっと治療しておいてください。そして、治療薬もですね、なかなか買うことができません。で、大量に持っていく場合は、ご自身の病名ですね、英語の診断書、それから処方内容をきちんとお持ちになってください。そして、ピンクで書きました海外医療保険の加入、セネガルの時にですね、日本人が、受診したらすぐに来てくれと連絡があります。大体、まず日本人かどうか見てくれ、そして海外医療保険に入っているかどうかを確認してくださいということです。で、万が一入っていない時はですね、何もしてくれないということもあります。で、海外で、私がいた国はアメリカほど高くはありませんが、やはり先ほどの婦人科の検査にしても、日本よりはとっても高いです。で、まずその海外医療保険に加入しておくことが必要と思います。今まで私が経験した4カ国の、医療事情についてお話ししましたが、開発途上の国に関してはまだまだ、日本と比べて厳しいものであるということを、ご理解いただけましたでしょうか。ご清聴ありがとうございました。中井先生ありがとうございました。セネガル、キューバなど日本からとても遠い国というイメージがありますが、そういった国々で医務官としてご生活されていた方ならではの情報を生き生きと教えていただきました。ありがとうございます。